皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県羽島郡笠松町北及びのカフェド愛にお邪魔します。モーニングは午前8時15分から営業しています。定休日は水曜日です。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半。朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？これからお邪魔するカフェドアイは、この交差点を左折してすぐのところにあります。これからお邪魔するカフェドアイは、画面の右手の建物で矢印の先です。駐車場は、お店の前にもありますが、私は画面の左の矢印の先の駐車場に車を止めます。今見えてる信号交差点が先ほど止まっていた交差点です。こちらの駐車場からお店まで歩いていきます。お店の前にも駐車場があります。お店の中には観葉植物などがいっぱい置いてありますので、緑のオーラに癒される感じで雰囲気のいいお店です。ブレンドコーヒー、紅茶などが450円は嬉しいサービスですよね。右下に書いてありますが、平日のみだけみたいですが、午前11時半から14時までコーヒーか紅茶がついて日替わりランチが850円です。また、一番高いハンバーグ、唐揚げ、焼肉定食などは、1000円でお釣りが来る900円のリーズナブルな価格です。これって、すごくないですか？お値打ちですよね。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは、一種類だけみたいです。ドリンクは、ホットコーヒーとホットミルクティーをお願いしました。ホットコーヒー、ホットミルクティーどちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。ドリンク代のみの450円で、こんな感じです。ドリンク代のみの450円で、卵トースト、茶碗蒸し、バナナ、ヨーグルトの4品がついています。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にホットコーヒーから見ていきます。日本のコーヒーの歴史の始まりは、鎖国していた江戸時代の日本で、海外との関わりが唯一あった長崎の出島からです。真っ黒で見た目や独特の風味は、なかなか日本人の口に合わないものでしたが、日本全国に広げるためには、コーヒーと呼ばれている音に適当な漢字を当てはめる必要があったのです。コーヒーを漢字表記することを考案したのは、幕末に活躍した蘭学者の宇田川洋庵でした。宇田川洋庵は、造語の天才でもありました。海外から伝わってきた科学や植物学の書物を翻訳する過程において、現在でも使われている様々な学術用語を作り出します。コーヒーの当て字も、洋庵の作品の一つに過ぎません。海外から伝わってきた科学や植物学の書物を翻訳する過程において、現在でも使われている様々な学術用語を作り出します。いくつかをご紹介すると、宇田川洋庵の偉大な功績が手に取るようにわかると思います。いくつかを紹介します。酸素、水素、窒素、炭素、元素、金属、還元、溶解、試薬、酸化、温度、沸騰、蒸気、分析、物質、法則、圧力、結晶、成分などの造語を作りました。造語の天才だった蘭学者の宇田川洋庵です。
何気なく目にし認識していた言葉、コーヒーには蘭学者宇田川陽庵の発想力とセンスが込められています。次は茶碗蒸しです。茶碗蒸しには椎茸、かしわなどが入っていて美味しい茶碗蒸しです。茶碗蒸しを美味しく作るには卵と出汁の割合が重要で、その卵液と出汁汁の黄金比率っていうものがあるみたいですね。卵と出汁の黄金比率は1対3です。卵に対して3倍の出汁で作るとうまく作れるみたいです。また茶碗蒸しを滑らかにしたいなら卵と出汁の割合は1対4にするのがおすすめみたいです。茶碗蒸しは日本料理の伝統的な料理の一つです。1689年に長崎に唐人屋敷が設けられ、唐人料理から生まれた料理がこの茶碗蒸しです。今では茶碗蒸しは和食の定番のメニューとなっていますね。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて、世界からも人気のある和食です。和食と日本食、日本料理という言葉を区別せずに使うことがほとんどだと思います。日本で食べられている食事全般の総称を日本食と呼び、カレーやラーメンなどの外来食も含まれます。それに対しユネスコは日本の伝統的な懐石料理、郷土料理を和食として無形文化遺産に登録しました。和食は一汁三菜を基本としています。旬の食材を使い、季節感や彩りの演出、器や作法など料理だけではなく、日本の精神、おもてなしなども含まれています。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに出す、思いやりと心配りのおもてなしの心です。画面を少し動かします。次はヨーグルトです。よく見るとこのヨーグルトの上には黄色いものが乗せてありますが、これはマーマレードです。マーマレードはフレッシュな甘酸っぱさとほろ苦さが特徴ですが、少し蜂蜜が入ってる感じで爽やかな味で、後味も良く、すごく美味しいヨーグルトです。ヨーグルトにはどんな効果があるのでしょうか。善玉菌の活動によって便通が良くなり、便秘症状の解消、改善、予防効果があることは注目されていますが、さらに腸内からスムーズに老廃物が排出されることで肌荒れを防ぎ、美肌効果も見込めます。また免疫細胞の約7割は腸内にいるので、腸内環境が整うことで免疫機能もアップするみたいです。ヨーグルトの起源は古く、約7000年前、遊牧民が家畜として羊を飼い、食用として乳を使い始めた頃、木桶などに残しておいた乳がいつの間にか発酵していたとか、それが初めてのヨーグルトみたいです。日本におけるヨーグルトの始まりは、明治時代に乳牛が輸入され、牛乳が販売されてから売れ残りの牛乳を発酵させ、業乳として発売されたものが日本初のヨーグルトでした。次は卵トーストです。この卵トーストには卵がトーストの上にこぼれんばかりに乗っています。またその上にはケチャップがかけてあります。ケチャップは醤油や味噌に比べて食塩相当量は3分の1以下で、塩分が低い調味料です。旨味成分が豊富で、酸味や香辛料などがバランスよく含まれているので、減塩しても満足感のある味わいに仕上がります。またトーストは厚切りトーストです。すごくふわふわの美味しい厚切り卵トーストです。画面を少し動かします。次はバナナです。バナナはビタミンやミネラル、食物繊維がバランスよく含まれているみたいで、美肌効果、貧血予防、熱中症予防、便秘予防など様々な効果が期待できるみたいです。バナナの食べ頃はそばかすのような黒い斑点が出てきた時です。黒い斑点はシュガースポットといって、バナナが熟したサインです。青い時と比べ糖分がぐっと上がり、強い甘みと柔らかな食感を楽しめます。シュガースポットの出た熟成バナナほど強い抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含み、生活習慣病の予防になると言われています。バナナですが、輸入されたばかりのバナナは緑色です。
熟成した黄色いバナナには日本の農作物に被害を及ぼす可能性のある害虫が寄生している恐れがあることから、日本国内への害虫の侵入を防止するために黄色いバナナの輸入が禁止されています。バナナが緑色で日本に入ってくるのは、私はてっきり黄色く熟したバナナだと腐って売り物にならないと思っていたら、実は黄色いバナナの輸入は禁止されているんですね。私は知りませんでした。ドリンク代のみの450円で、椎茸、かしわなどが入ってる茶碗蒸し、マーマレードが乗せてあるヨーグルト、卵がこぼれんばかりに乗せてある卵トースト、バナナの4品がついています。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この卵トーストには卵がトーストの上にこぼれんばかりに乗っています。またその上にはケチャップがかけてあります。またトーストは厚切りトーストです。すごくふわふわの美味しい厚切り卵トーストです。卵はタンパク質の原料となるアミノ酸をはじめ、ビタミン、ミネラルなど数多くの栄養成分を含んでいます。特にアミノ酸は人が体内で作れない9種類のアミノ酸をバランスよく含んでるみたいです。茶碗蒸しには椎茸、かしわなどが入っていて美味しい茶碗蒸しです。茶碗蒸しの具材は地方や地域によって具材に変化があるみたいです。北海道、青森、秋田では茶碗蒸しに甘い栗の甘露煮を入れるのが定番みたいです。また京都ではすりつぶした豆腐を混ぜて作る南禅寺蒸し、京都の定番具材ではないですが、豆腐をすりつぶさず形を残したものを茶碗蒸しに入れ、上にくずあんをかけた料理は空屋蒸しと言います。また大阪では茶碗蒸しにうどんを入れたものを小田巻蒸しと言い、和歌山県は梅の生産量日本一の県なので、茶碗蒸しを提供しているお店では梅入りの茶碗蒸しがよく出てくるそうです。鳥取県の米子市では茶碗蒸しに春雨を入れるのが一般的みたいです。また米子市だけでなく山陰地方でも食べられることがあるみたいです。広島県は牡蠣が名産なので、茶碗蒸しを提供しているお店では牡蠣入りの茶碗蒸しがよく出てくるそうです。福岡では餅を入れる茶碗蒸しを蒸し雑煮と言い、お正月になると食卓に並ぶ料理だそうです。長崎では長崎風茶碗蒸しといって江戸時代から続く老舗で、丼で茶碗蒸しが出されるそうです。海鮮が有名な地域では茶碗蒸しに魚介類を入れたり、ブランド牛を育てている地域では牛肉を入れたり、その地域の名物や名産品を入れることが多いみたいです。いろんな茶碗蒸しが出てきましたが、皆さんの地域、お家ではどんな茶碗蒸しなのかな？一度見てみたいです。よく見ると、このヨーグルトの上には黄色いものが乗せてありますが、これはマーマレードです。マーマレードはフレッシュな甘酸っぱさとほろ苦さが特徴ですが、少し蜂蜜が入ってる感じで、爽やかな味で後味も良く、すごく美味しいヨーグルトです。ヨーグルトは牛乳の豊富な栄養をそのまま受け継いでいます。また、タンパク質やカルシウムは乳酸菌の働きでさらに消化、吸収されやすくなっています。乳糖が一部分解されているので、牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする人にも安心です。また、乳酸菌による生理的効果、成長作用、免疫力を高めるなどが期待できます。バナナには糖分が多くて毎日食べると危険なのではと思われがちです。しかしバナナには最も吸収の早い単糖類のほか、ゆっくり分解されるデンプンも豊富です。血糖値の上昇が比較的緩やかで腹持ちもいいので、朝の栄養補給にもおすすめみたいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの450円で、椎茸、かしわなどが入ってる茶碗蒸し、マーマレードが乗せてあるヨーグルト、卵がこぼれんばかりに乗せてある卵トースト、バナナの4品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな？楽しみですね。
これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって、YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。